最近テレビなどで刃物を持った男が通行人を切ってといったニュースを聞くことが多くなりました。もしあなたがそのようなことに出くわしてしまったらどうしますか？もちろん逃げるのが一番ですが、合気道の稽古を積めばこのような危険を避けたり相手に立ち向かうことができるようになるかもしれません。そんな万が一の場合の防御の技を演武します。前から襲われた場合と後ろから襲われた場合、5人が同じ技を演武しています。女性たちによる力強い技をご覧ください。